学英語のよくある質問、文字はどうすればいいですか？簡単ですよ。やっぱり日本語と同じようにしましょう。というのは、あの赤ちゃんがいるときに、やっぱり赤ちゃんがいるときみんなが、ママですよ、パパですよ、ブーブーショーとか、いろいろ話するんでしょ？やっぱり話すは先です。あの子供にあのフラッシュカードを見せて、はい、カタカナ、あです、は、かです、さ、とか、もう、せいしないでしょ？おかしいでしょ？英語は同じようにです。あの子供が英語は普通に喋るようになってから文字を教えればいいです。そして文字するときにフォニックスですると英語の 80% が読めるようになります。実は僕の個人の意見は、小学校のうちは話するようだけにしたら子供が普通に日常英会話ができるようになってから中学校から文字をするとまた新しいチャレンジになります。自分が話せるものを書けるようになります。これはすごく素敵だと思いますよ。でも、どっちしても、先は話す、聞く、その後は読む、書くです。OK? 頑張ってください。